ますか？床映ってない？一応片したけど、なんか床映ってたらダサいから。やだ。映ってない？ミュートなってた。なんでだろう。こんばんは、京めです。いいよね、別に言っても。あんまおめでたくないかもだけど。挨拶だから、挨拶。おはよう、おやすみ、みたいな。そう思っていただけたら嬉しいです。こんばんは。リップ良きだって。でしょ？でもちゃんとこれ単体で使ったの初めてかもしれない。大体なんかと混ぜて使っちゃうから初です。田口さんは色違いあげました。なんか何色が似合うのか分からなくて、人が。だからなんかツイッター見て、なんかこういう色好きそうだなみたいなやつ選んだからそう、お揃いではないんだけど、色違いで買いました。これはなんか前から持ってて、色が可愛かったから、そう、絶対可愛くなると思ってつけたらだからドアノブが映ってる。どこまで映ってるの？私はね、このお人形までしか見えてないんだけど、まあ別に変なもんはないんで大丈夫です。床ダサいの？なんかダサい、なんか床映ると嫌なんだよね、謎のこだわりこんばんは、あけおめです。なんかね、そう、私が今スマホを横画面にした理由がちゃんとあるの。縦画面にすると本来よりも顔が近くなっちゃって、コメントがすごく読みづらいので、横にしてみようチャレンジ頭切れちゃうけど、まあいいやと思って。明けましておめでとうございます。来年もよろしくお願いします。あ、今年はよろしくしてくれないということですねなんちゃん、明けおめことやろ、お願いします。今年もちょっと見ない間にまた大人っぽくなったね。だって黒着てるからじゃない？あんま変わってないと思うあと最後にやったのすっぴんだったからじゃない？なんかすごいタワー来た。あ、ごめんなさい、見てはいたんだけど、これ表示されないんだった、横画面。分どなただろう。あ、え、すごごめんなさい、マシンガンさん、熊のお正月タワーありがとうございます。ありがとわー、嬉しい。久しぶりに見たタワータワー、うん、久しぶりに見た、嬉しい、ありがとうございます。すいません、お年玉もらったありがとうございます。私お正月おばあちゃん家いたのでもらいました、お年玉。でも私この年になって気づいた、あけましておめでとうございますっていうことでお年玉よこせやみたいな流れになってないって思って。そう、だから親戚の方とかにも、そう、何人か集まってたから挨拶したの。そしたらちょっと待っててねって言われて、お年玉が出てきたのそう、なんか私はただやっぱね、そう、挨拶としていきましておめでとうございますって言っただけだったの、私的には。やっぱもらえたから嬉しいんだけど、決してお年玉くださいの意味のいきましておめでとうございますじゃなかったんだけど、ちょっと待っててねって言われてお年玉出てきちゃって、そう、なんか嬉しいんだけどなんかそういう流れになってないと思って
なくね、ほんの少し気まずくなった勝手に。タワー来てるよ、だって私よ読みましたよね。時差があるちゃんと布を抱えてる。そう、うちの子ちょっとね、あの一緒に寝てたから顔がちょっと左右非対称になっちゃった潰しちゃって、私が。こんばんは、今年は結婚しようね、だって無理ですもうすぐラストティーンが終わります、泣きそう、だってじゃあ次はティーンじゃなくなったねってなんちゃん春から高2だなんてね、来よろになってる。そう、来年はえらい先やな。ってだよね、大人っぽいよ。へえー、見るたび綺麗になってる。だって、ありがとうございます。2023は去年よろしくしてるので大丈夫です。だってなんかよくわからない理屈だ違うの、2024だ。なんちゃん今更だけど明けおめ、もしおめでとうございます。ダブルクマやで。え、そうだよね、なんかさ、あのなんかあるじゃん、なんか何千みたいな、なんて読むのあれなんとか G みたいな、あれの数がおかしかったもん。そうだよね、ただのクマじゃないよね。ありがとうございます、マシンガンさん、嬉しい。思ったけど、なんか分からなくて言えなかった。そういうところだよね思うけど言わないっていうのを昔からやってしまうから、今年はちゃんと言うようにします。だから何言ってんのっていう発言が増えると思いますが、お許しくださいそう、配信が久しぶりなのと、あと横画面だからあのちゃんと見なきゃいけないんですよ。あ、そう、私さ、あのクリスマスマーケットにありそうなさ、ココアの中にさ、クリームだかマシュマロだかが入ってるやつあるじゃん。あれめっちゃやってみたい。簡単にできそうだけどさ、私そんな買い物行って買わないから、マシュマロとかやりたいけどなかなかできない。ココアはあるの？なんならあの年末最後のあれん時に雷神のやつで置いてあって、これもらってきちゃったもんそう、もらってきたぐらいだから、ココアはもういつでもあるんですけど、子供はそれでいいのよ。だってなんかめっちゃ時差ある、やばいやばい高校生の時はまだお年玉に、そうだよね、強欲ではあるよね。でもなんかちっちゃいとこがいるんですけど、お兄ちゃんがお年玉をあげるとか言い出して、年子なんですけど、なんか望みはあげないのって言われて、え、待って、私もうそんなあげなきゃいけない年なのと思って怖くなった。あげられてないんですけど、結局自分に必死すぎてそのまだね、18か20までお待ちくださいということで、そう、みずみんにその話したら、まだいいんだよって言われた。あとヘアメイクの方にも背びりに行ったな、違うや、明けおめイコールスお年玉くれみたいなそんな意味はその言葉にありません。だって、まあ赤ちゃんだからお年玉たくさんもらいましょう。一緒に買い物行こうな、だって行きたい。お財布にはしないよ。顔が欲しそうな顔してたんだよ。だってお年玉ってあげる方もそんなに考えてないよ。だってのんちゃんはそんながめつくないもんね。いや、そうですよのんじさんにお年玉もらってないけど、ルンバもらったいや、あれ多分私と田口さんだよね。そう、二人も掃除機欲しがってたから
スマス、去年って言うと2023っていじってくる人がいそうなので、2022年のクリスマスに兄と母がなんか買い物行ってたんですよ。その時になんかのぞみにピンをあげようってなったらしいの、ヘアピン。でその流れでお兄ちゃんがなんか似てるからっつってヌオを選んだんですよ。そしたらなんかそれでなんか最初なんでこれって思ったの私もそんなポケモン詳しくなかったから。でもなんかつけてるうちに愛着湧いてきちゃって、でこうなったなんかもうこれ見つけた時これは買わなきゃ後悔するって思った。だから買ってよかったと思ってる。誰が返しただって誰も言ってないわちょっと前まで赤ちゃんだったのにね。だって私は絶対握手しような。だってしましょう、お待ちしてますなんちゃんの生誕グッズ叩いたよ。だってそう、なんかおばあちゃんもヘニョリンコップ使ってました。見てのぞみちゃんつってそうコーヒー入れたって。あ、今年もこれあるの、中吉だ。パンダさん中吉だった、ありがとうございます。こんばんは、ルイボスティーさん。ルイボスティー好きなの。はじめまして、田口真奈香さん、倉野なるみさん、佐藤愛理ちゃん、竹山のぞみちゃん、八木あずきちゃん推しです。だって。ありがとうございます。どういうつながりだろう。でも嬉しい。ありがとうございます。久しぶりにショールームのアプリ開いた。私はちゃんと年末も開いてました配信は誰かしらも見てた。大丸でのんちゃんの生写真ラス1確保できたので愛しになりそうです。なんかそう1日で全部売り切るんじゃないんだね。私それ知らなかったそんな販売の仕方しないか。あ、大吉だ、やった。最近大吉出ないんだよね、中吉とかが出る。去年引いたやつなんだけどね、無駄事が多い、勉学せよって書いてあってでも同じなんだっけ、小吉だったかな、引いた友達も内容が全く同じだったの。だからなんかそんなに信憑性ないなって思ったんだけど、その言葉だけ心に染みた心に染みました。画質いい気がする。だって本当気のせいだよ横画面にした瞬間、わあ画質が綺麗なんてならなくない？推しメンがいなくなる1月、私もだよあと何日、14日ぐらい。信じられない、未だに。ああ、なんか前髪が癖ついちゃった。こういうの気にするようになっただけ成長し感じるよね。前なんて寝起きボッサボサ配信して何も気にしてなかったね。なんちゃんまだまだ先だよ。だって、え、20になったらお年玉くれるの？いとこにね時差すごい。そう、なんかいっぱい読んでるとね、話されてくみんなからだから今頑張って追いつこうとしてます。頑張ってください、ありがとうございます。このルームはお金の話題が出るとすごく盛り上がってるイメージがある。みんなお金が欲しいんだよよく考えたら握手会でのんちゃんにクリスマスプレゼントもらったからかな。
お年玉ぐらい、あ、待ってよ。お年玉じゃなくて、あの皆さんは私の生誕のメッセージカードをぜひ書いてください。お年玉代わりに、それかお手紙。お年玉はいいんです。あの紙をください。心のこもった。劇場だと一番右の棚。お手紙はどこで出せるんだろう。劇場にあのポストで送ったり、直接ね、あの劇場行く予定があるときに渡せるので、お待ちしてます。抱きしめて寝るの？だって最近抱きしめて寝てない、枕にしてる。最低だよね。枕にしてる。ヌオと一緒に写真撮ってるとそういっぱいいる。こんばんは。今日から握手会の決済を忘れずに、だってだそうです。皆さん忘れないように。あれですよ、一回でも払わないとなんかペナルティーあるから。まだそうだよね。田口さんはまだ距離あるの？真中ちゃんってね。え、なんか田口さんは田口さんなの。だからなんかまゆちゃんのことをみんながまさるって呼んでた時も、私はずっとまさちゃんだったの。たまにまさるって言ってたけど、結局まさちゃんだし、ここねちゃんもきょきょねとかいろいろ瞑想はしたけど、結局ここねちゃんなの。だから一回決まるとなかなか戻んない。私の中で田口さんは田口さんなんだけど、田口さんがなんかあの違う呼び方がいいって言ったら変えます、もちろん。で、私の中ではあの田口さんは田口さん、まさちゃんはまさちゃん、ここねちゃんはここねちゃんみたいな。私コッコって呼んだこと本当にないんですよね。ねえ、午後気になる、気になる。分けときゃいいのか。気になる、気になる。気になる。自分の顔が見えるから余計気になる。何人か今日出てたの？だってもうある意味ラッキーじゃん。最近どない？だって何が？なんちゃん歌上手になったね。だってそう、だから昨日のやつもなんかどのぐらい聞こえてたかはわからないんだけど、結局結構なんだろう、前よりはあー自分のパート来る、嫌だって思わなくなった。嫌がってたんかいって感じだけど、大声の自分が歌うところ本当に嫌だった。そう、なんかあのお披露目からしばらくの間はもうほぼ私じゃなくてニーナン任せだったので、私はあの音が出ないから。なんか絶対音感持ってたのかな、何だったかな。でもそう、音程取るのが上手だからめっちゃ任せてた。からそう、私はほぼ最後の方しか歌えてないの、ちゃんとした正しいキー。最初は人任せ状態でした。そういえばたまたま買った香水がなんちゃんとそれっぽくて笑ったよ。さすがに姉妹だね。だってどれだろう、ピンク、なんか黄色っぽいやつ箱に入ってた。あの箱に入ってた本ね、ここねちゃんも持ってるんだって。しかも同じようになったらしい。のんちゃん書きました。だって握手会行くか、お待ちしてます。そう、研究生まだプレゼント渡せないですよね。プーさんのお店側だって、どうしたの。
場はチケット売り場の向かいあたりにプレゼントボックスがある。へえ。あ、そうです。皆さんお待ちしてます。みんなのようになりたいんじゃないかなって。そうなの。ダメだ、ヌオはヌオだから。なんちゃんが昇格したら遊戯王東京ドーム限定パック。そんなものがあるの。でも私あれなんだよね、あのデュエルリンクス勢だから、あの直接カードじゃないんだよね、アプリでやってるから、あの保管になっちゃうよ、実用じゃなくて。なんか持ってたんだけど、どこやっちゃったんだよね。どこやったんだろう。なんかろくにカードやらないくせに数枚持ってたんですよ。何持ってたんだろう、忘れちゃったけど。ゲームはやってます。あのなんかさ、ルール分かってなくても勝手に動いてくれたりするじゃん、オート機能あるし。それで遊んでます。さっきも遊んでた。でも、のんちゃん痛いよ、だって。お手紙書いたら書いたことに満足して家に忘れちゃうから、次劇場行ったら必ず持ってきます、だって。なんかね、そういう人結構いるのよね。そう、書いたら満足しちゃってって。満足しないで。その触り心地いいですよ。はじめまして、はじめまして。中吉だ。私今年中吉なのかな。中吉率が高い。のんちゃんおでこ出したらどうなる。ラは多分わらだね。雪たなみに前髪気にするのんちゃん、やっぱ似てくるんですかね。フェスでもちゃんと聞こえてたよ、だって。あら、よかった。キャベツ面白いですよね。まだあの加入する前のさ、画面内だけでの、でもハモルームあるじゃん、あれマジおもろい。そう、あれ面白い。なんかね、そう、私動画見ててもなんかこんぐらいで終わるの、声出して笑うことあんまないの。あれマジおもろかった。なんかそういうの思いつくのってすごいよね。やっぱ全部ムーシーサウルゼで吹っ切れたのかな。いや、もうあれは吹っ切れたんじゃなくて、あの声を届かせるか無音で気まずい空気にするかの二択だったの、自分の中で。だからあの無音が一番ダメだと思って、でもじゃあどうやってマイクに今の自分のあれで技術で声を乗せられるかってなったら、もう音程はもう申し訳ないけど無視してやるしかなかった。そう、本当に申し訳ないんだけど、そのあの時はあれが精一杯でした。でもあの後マネージャーさんと所長にめっちゃのんちゃんの声聞こえたって言われた。裏声で歌わないの。あんま裏声で歌わないように言われて、できるだけ地声で頑張ってみようみたいな。こねちゃん、のんちゃんとの新名喜んでたよ。走れペンギンかな。でもね、もう多分ね、出るんだよね、大声。下手したら、下手したらっていうか、前より出る。でも、マイクに乗るかどうかは置いて。と、ハートの、と、まあ、だ、まあぐらいの音程だから、だいたい、多分、私の中で。まあ、出るのではって。お手紙字汚いから恥ずかしい、だって。
大丈夫、私も汚いから。あのオンデマコメント見てたらわかるでしょ。恥ずかしいながら私もちゃんと書いてるの、世の中に。あとね、そう読めるので基本、あの相当あのつなぎ文字とかじゃなければ、アニメみたいなのび太くんのじゃなきゃ読めるので、そこら辺は気にしなくても大丈夫です、読めます。あ、そう、私未だに傘買ってないから、折りたたみ生活をしてて、家に1本残ってた傘を劇場に忘れたので。私次劇場行くのいつだろうって感じなの。捨てられてないといいな、年末の放送時で。そう、捨てられてないと嬉しいですね。捨てられてませんように。あ、そうなの、1回で出た。あ、崩れしちゃった。よいしょ。でもね、なんかお母さんも回してたんだって。私途中からあのそうおばあちゃん家行って回したんだけど、お母さんはコダックが出て、私はヌオが出た。でもなんかヌオを出る前になんかガチャガチャお金入れたの、なのになんか回せなくて回せなくて、一回あのお金出してまあやっても出てこなくて、なんかほぼ力ずくで回しちゃって壊してないんだけど、そうお金が多分パンパンだったみたいで、そう出てこないから店員さんに言って、そうあの次出てくる予定だ、ん、あの本来出てくる予定だってやつをお渡しする形になるんですけど大丈夫ですかって言われて脳が出てきたの。だから本当に次これが出てきたか正直わからないんですけど、人の手とかもあるから嬉しい。めっちゃ嬉しかった。しかもね、あの大晦日にこれ当てたの、だからなんか嬉しかった。明けましておめでとうございます。右利きです。左はあの1回チャレンジしたけど、しばらくはやらないかな。あの授業中やってた、つまらない時左手で文字書いて時間稼いで。そろそろまた親知らず生えた。だって生えないよ。でもだいぶ口開くようになった。まだ違和感ちょっとあるから、まあ生誕前にはって感じかな。よく頑張ったね、だって。歌うとき音程は必須じゃない？でもそのときにできる音程プラス音なんだ、声量だとあの無理なんですよ、うん。ちゃんと音程意識でじゃなくて、あの私の課題はあのちゃんとマイクに音を乗せて人に届けるだったから、そうあの。場所が低いんですよ、目的の。だから次はそういうことがないようにしたいなっていう意味も込めて、あの今頑張ってるんです。あの時から頑張れよって感じではあるんですけど、やっとコツをつかんでこれたのでお待ちください。ゆきたんのんちゃんが歌う春が来るまでが一番好き。あ、本当。ゆきたんね、私がうまく歌えるとね、ちょっとニヤニヤするんですよ。そう、面白いよね。開業が変な波だ。そう、開業はちょっと治らないと思う。のび太くん、俺よりも字綺麗だぞ。じゃああれだって字じゃないじゃん、もう。うにょうにょうにょうじゃ。こんばんは。ファンレターは手書きだと腕がしびれるので iPad で作成します。だってしびれる、これ違う、弁がくせよくなっちゃう、また。
劇場掃除行ってないの？用事あって行けてないです、私は。なので、そう、みんながやってくれました。で、去年はやった、あのレッスン場。私まだ劇場のお掃除はやったことないです。レッスン場はあるけど。なので、ありがたく大晦日は使わせていただきました。普段ちゃんと掃除はしてるよ。ただ大晦日は予定あったから参加できませんでした。そろそろピンクと紫の傘が家出から帰ってくる頃。そうね、あのなんだっけ、なんだっけ、あのうせものうせもの、あの戻ってくるみたいな書いてあったから、あとマフラーも帰ってきてくれるかもしれない。メロンの実写化はのんちゃんで決まり。いや、多分ホテちゃんが適任だと思う。目の丸さと大きさ的に。私じゃない。バンバン、お客様やめてください。やってないよ、バンバン。こんにちは、インドネシアから来ました。今年もインドネシアからお客さんが来ました。ありがとうございます。明日から学校だって。はよ、そう、みんなそう。あれ、私が理解をしていないだけなのか。いや、そんなことはない。え、今何曜日だって。もう完全に冬休みでボケてる人。明日金曜日だよ。あ、なんか一回行って来週の月曜からまたみたいな、そういうこと、そういうことっすか。そうでしょ。それとも、あれ、いきなり月曜日に行くのは辛いから、月曜日にあの3時間4時間ぐらい行って、あの土日を挟んで、あのまた月曜から頑張ろうみたいな、そういうこと。お口何かなったのか。なってないですよ、ずっと健康です。ハードル低い、だって。そう、ハードルが低いんです。のんちゃん音感いい方だと思った。良くないです。なんなら悪い方。ちょっと嫌なやつだって。何の話だろう、時差が。わかんない。開業のやり方あんまわかんない。伝わればいいかなと思って。なんか開業はあんまわからない。なんか3つ作るみたいな、作文は。始め、中、終わり、それしかわからない。作文は始め、中、終わりで開業するみたいな言われたけど、じゃあ普段の文はどうやったらいいのみたいな、あんまわからない。どうやるんですか。あとなんか点の使い方もね、下手くそみたい。すごいいろんな人に注意される。点がもう少しあった方がいいと思うよって。卒業の時のなんか文書くじゃん、あれでも言われたから、あの勘と勢いで点増やした。鶴か、しびれるじゃない、鶴です。今年高校生だって。これで高校生って言うと、あの本当に今後の日本が心配って言われそうだから、うん、私はどこにも所属してないですって言った。もし長いことしないは握ってないですか。握ってないですね。なんか集まる機会は何回かあったんですけど、全部行けず、しないを、まあ行ったとしても握ることはないでしょう。しかも我が家にあるやつも一回分解しちゃったやつで、直せるかなと思って。で、結局直せなかったしないたちなので。もうない。しばらく握ってないから、多分今素振りやったらね、筋肉痛なる。
3月2日の握手会8枚買いましたって、ありがとうございます。あれか、次のシングルですか。待ちしてます。現地？現地ですよね。今日からお仕事始めでした。だって私は今日からまたお休みです。今年まだね1日しか休めてないから。フォローしました、ありがとうございます。なんで、え、大宮そんなのあるの知りません。私は特に意識して喋っていません。妹は本当に妹のことが大好きです。だってどういうこと。3連休を知らないのんちゃんだって。成人式でしょ。そう、なんかあの言うか言わないか迷ったけど、まあ分かりやすいかなと思って。でも笑い方キモかった。ディフってディフっちゃった。のんちゃんしばらく振りで、しばらくぶりかで見たら大人になったね。だってなんか今日めっちゃ言われる、絶対リップの色じゃん。なんかいつもよりね青み深め赤ピンクみたいな。時差やばいんだって、我慢して。追いつこうとしてるの今。もうちょっと待って。うまい。だって開業はキリがいいところで、本当だ、意外とすごかった。思ってた以上に時差あった。開業はキリがいいところで、そのキリがわからないの。日本語世界一むずいと思う。本当にそのなんちゃん日記の赤ペン先生、もうそんなやられたら送んないわ。うちは作る予定なんですけど、なんちゃんかのぞみちゃんどっちがいいですか。でも作り方次第ではあるけど、のぞみちゃんの方が入りやすいんじゃない、枠の中には。でも切るの難しそうだよね、なんか切ってやるとかなら。でのぞみちゃんがいいかな、あの漢字の方の。中学4年生だって。勘で点を増やすって強すぎる。そう、日記も勘でやってる。逆に一文字ごとに点入れたら、あのね。大変。2023のんちゃんが一番成長したと思う。だって、ありがとうございます。のんちゃんはにゃははで、いやさっきはデュフってた。追いつかれないように頑張らなきゃ。だって埼玉時差あるからな。そんなことはないですよ、時差5分ぐらい。だってどうしよう、みんなも忘れてるし私も忘れてるみたいな。一回リセットで一番上まで、あのじゃあの読まないけどある程度見ますね。ワンチャンうちは作ってよ。そう、劇場でよく見せてくださってますよね。ノーで、わからないわよ。あ、追いついた。追いついた。もうそろそろ追いつきそう。追いついた。え、もう追いついたっしよ、さすがに。こっちも埼玉なんですが、あの埼玉、埼玉でも私たちのいる埼玉の場所が真反対なのかもしれない。あの北か南か東か西で、あのしっかり分かれてるのかもしれない。やっと追いついた。すげえ飛ばされた。だって、いやでも意外とそんなあれだった。嘘かも。どうも、追いつきました。のんちゃん行ってたラーメン屋、あ、蒙古タンメン。私ちゃんとお店は行ってないです。あのコンビニとかで売ってるカップ麺、
でもあれ辛さ調整できるんでしょ、本店。そんな狭さで時差5分って日本どんだけ広いのよ。だってちょうどあの本州 4,5 線のここら辺で生きてるから。算数の問題でありしょう、ありしょう、何分後につく。そうだよね、よかったよね。なんか2人の兄弟がいます。兄が5分前に家を出て時速何キロで歩いています。妹の B ちゃんは何分後に、ね、嘘何分、兄が出た何分後に出てなんか何キロで歩いてますみたいな。あれほんと嫌い、一緒に出るよってみんな言うの。でも我が家で考えても確かにあんまり一緒に家から出ることはなかった。ちっちゃい時はよく一緒に出てたけど。自分はのんちゃんが住いてる住んでる埼玉よりも都会の埼玉な気がする。ちょっと埼玉同士で張り合わないでもらえる。のんちゃん来ました、おめでとう、おめでとうございます。本書四五線、そんな言葉知ってるの。だって中1で習ったの。あれ小6、いや中1で私はちゃんと覚えたから中1です。埼玉はそうね、田舎と都会の差がはっきりしてる。ただ埼玉の都会を東京の人に言うと都会ぶるなって言われる。怖い。でも本当の都会は青いビルあるよね。あのガラスが青いの。言いたいことわかる？本当の都会はただの高層ビルじゃなくて青色のガラス張りみたいな高いビルなの。伝わって。問題が作れてない。だって作れたら解けてるもん。天秤も動かないでほしい、そうよく言われますよね。天秤ね、埼玉同士の戦い、そうピリピリしちゃうから。大宮浦和問題だって。もうどっちでもええやん。どっちでもいいんだよ。で、大宮は都会なのかな。埼玉の中で言ったら都会だと思います。でも結局そうなの、埼玉の中では一番都会と言われるのは大宮だよね、多分。都会ブルだって。青色のガラス張り、空の反射でしょ。あ、そうなの。あ、そう、多分そうかも。空の色が反射してんのか。そう、空の色が綺麗に反射する見る。都会は言いたいことは分かったって。青いビルイコール都会だって。そう、本当の都会は軽自動車が走っていないだって。そうなの、そうなの。今日もコーラ飲んだ。だって誰かと間違えてない？私そんなコーラ飲まない。そらちゃんかな。今日もかわいいのんちゃん、明日もかわいいのんちゃん、あさってもかわいいのんちゃんだって。おもろい。ありがとうございます。
地方民から推してるアイドルが埼玉イベントをするって言うと、なんでだよ東京でやるよってな。埼玉でもいいじゃん。春日部は都会ですか？でもなんだろう、なんかどこまでを都会っていうのかわからないけど、埼玉の中で言ったらまあ栄えてる方なんじゃないのって私は思うけど。一生のんちゃん歌で行く覚悟が決まったので一旦埼玉出るのやめたって。なんでのんちゃんいろんな意味で面白いだって。なんでいろんな意味って何、なんか含まれてんの？あさって、確かにあさってまでしか書いてなかった。飛んで埼玉はまだ見れてないです。見る予定はあります。 97.933 ってんだこと SSU。 現場でコーラを持ってると17期推しってある程度わかる。あー確かに。なんか今年あったのかな、なんかさラベルピッてやるとさリボンになるみたいなあったじゃん、クリスマスシーズン。今年あれなかったの？私今年本当にコーラ買ってなかったからあれなんだけど、広告でも見なかったし。今年はやってないの？リボンになるやつ。こんばんは。のんちゃんの田舎っぽい感じが好きでしょって。なんだよそれ。コーラ好きですか？なんかあコーラ好きですが、あ好きですか？コーラよりあのソーダ派です。前はコーラの方が好きだったんだけど、なんかわかんないけど味覚変わったのかな、ソーダ派になってた。今年はなかったんだ。今年、去年じゃなくて、ほら言う人いた、ほら。なんだよそれだって。リボンのやつ違う、ちょっとまた時差が生まれてるよねこれ。そういえばネモスでのんちゃんとエリちゃんの名前が入れ替わってるとかあったね。ありましたね。気づいてるといいけどね。意見もさ、最初私の望みの字が2回ぐらい違かったの。それ思い出してなんか懐かしくなった。まあね、そう分かってくれる方がいるのでいいかなって思ってます。違和感すごかったけどね。あんなにさ、ここら辺だっけかな、名前書いてあったのに。そう、違和感がすごかったけど、まあね、そう人間誰しもミスあるのでしょうがない。チュロス嫌いそう。よくわかるね。そう、あんま好きじゃない。食べれるけどあんま興味がないっていうか。食べません。で夢の国ってもう食べない。この前はあのスプレーチョコにやられて買ったけど基本買わないです。コーラより普通にソーダが好き。あ、なんかあのなんだっけ、言いたいことは分かった気がする。ソーダってどんな飲み物や、三ツ矢サイダーとかそっち系。ジンジャーエール美味しいよね。でもあの
ジンジャー強めのやつかな。あれはちょっと苦手だった。フォローしました、ありがとうございます。のんちゃんお参りしなさそう。いや、今年はまだできてないけど毎年してます、ちゃんとしてる。中学は友達と行ったり、あと部活で行きましょうっていうのがあったからそれで行ってました。ただ今年はお正月のんびりしてたからまだ行けてないので、そう、近いうちに行きたいんですけど、基本行ってます。ファンタグレープ、私オレンジ派です。埼玉、東京、なった時味方できないからですね。だってじゃあもう一周回って関東から出ちゃおう。それが起きた。関東から勇気を出して、えりこさんこんばん、のんばんはだって。初夢は見ました、なんかパッとしない夢だった。ネモスの萌え台詞よかったよ。だってやだよあれ、もうすぐ萌え台詞やらせたがるんだから、受話器ちゃん。暫定1位は 98.336 点。何の話だ、なんかやったっけ最近、なんだ、何の話ですか。のんちゃんの興味はどこに、だってドーナツはでもそんなにか、なんか多分あれかもしれない、 JKJK してるものあんまかも、下手した。そう、アサイもこの前初めて食べたの、ゆきたんに一口もらって、流行りに乗り切れてないタイプです。カラムーチョはスティック派です。ジンジャーって何かわかる？生姜？生姜だよね。そうだよね。喉にいいやつ。正解だって、よかった。埼玉はサイダーしかなさ、なんか偏見すごいな、さっきから。すごい、なんだ？ブラックのんちゃん出ちゃうよ。ちゃんと、そう、所作ね、作法を守っていきましょう。真ん中歩いちゃダメだよ、みんな。ここに配信するよう言っといて、だって。気が向いたら。ランサーだって。埼玉ポーズ、これせっかくの正月だからなんかおごってください、逆におごってください。やっぱね、そう、太っ腹な人って素敵だと思う。素敵だと思うの。まあ私はね、割り勘はしたくないので、食べた分は自分で払います。だってなんか冷静に考えてさ、多く食べた方が得じゃん、割り勘って。って考えちゃうから、私は食べた分だけ自分で払ってほしいし、払いたい。
なんちゃんは黒い洋服買いがち。だから違うの買ったこの前。こんばんは。紙面から関東から追い出し命令くらいのさすがに泣きましたって。いや、もし東京に引っ越さなきゃいけなくなって最終的にそういうね論争が起きてしまった時は勇気を出して関東から出てみましょうっていうね、もし起きた時やばい、また時差がすごい。ちょっと「だから服が黒いのか」だってあれの太い腹が何だって。だっていや太っ腹っていいなって私劇場の自販機あんま買わないです。ピンク着てみてよ。だってピンクはあんま勇気が出ないまだ成人式まで黒髪ロングで頑張ります。え、わかんない、それは約束できないから何とも言えないけど、どうなんでしょう。黒髪ロングの方がいい。はじめまして。なんちゃんが着てるのは服じゃなくて闇だから。だって闇を身にまとってる。遅いです、すいません。だってブラックなんちゃんは口が悪くのオラオラしちゃうの。AKB、 え、そう。でも最近そんなあれじゃない、多いか。黒髪原理主義者で黒ずくめのコナンの姿みたい。来年のハロウィンそれで決まり。なっちゃんは身長あるから金髪似合いそうだって。金髪はまだ予定ない。一回ブリ、私の中での価値観で言うと一回染めたらもうなんかブリーチでも何でもしてやるの勢いだし、髪をこのままなら一生染めたくないみたいな感じなの。ゼロか100かみたいな感じだからどうでしょう。なんちゃんが今見た映画トラペジウム、来年の来年じゃない今年の5月かな、今年だよね。そうやるみたいな、見て見たい。めっちゃブリーチ、め髪めっちゃ荒れるよ。そうだから私ね、さ、なんか茂木さんってすごいなって思いながら見てる最近。なんかやっぱ友達とかで染める子とか増えてくるんですよ、身近で。でも結局やっぱみんな傷んじゃって戻したりみたいな、色を諦めみたいな人が多いんですけど、そうだからこそ AKB の先輩型ってなんか染めてるのに髪が綺麗だから、あ、すごいんだなと思って。その分いっぱい努力とお金がかかってると思うんですけど、すごいなって思った。だからそのぐらいの何うって思ってやらなきゃなんだなって思った。なんか髪染めたいって口で言うのは簡単ですけど。多分茶髪にしそうだって。まあ染めるとしたら茶色じゃないですか最初は。トラペジウム私も持ってます。ただね、なんか通販で頼んだの、そしたら1ページ折れててさ、まだなんだっけ、めっちゃ目立つとこじゃないし、読み始める前、文が書いてある前のとこだから
いやと思って結局返品もクレームも入れなかったんだけど、通販で本を買うことはもうないかなってなったそうちょっと残念だった。小木さんと仲良しだね。そう私がいっぱい話しかけてますセルフはダメよ。だってまずうまくできないよ。この前横毛を自分で切ろうとしたの、大晦日だったかな。でメイクさんに横毛ならやってあげるよって言われて、たまたまそこに仰天さんがいらっしゃって、横毛自分で行くの強いねって言われた私そういうの考えないで家でたまに切っちゃったりしてたから、あ、横毛ってちゃんとした人にやってもらわなきゃダメなのかと思ってそう思った。だからいつもなんかバチッみたいななっちゃうんだなって。黒がいいけどねー。だってみんな黒派でしょどうせ。まあ猿が泣かないかな。だって泣かないよ。こんなに可愛い娘が AKB にいるんだわ。だって私ね最近その絵文字大好き。これ大好き。だから友達にめっちゃ送っちゃうそれあとゆきたんビールで脱色できるよ。え、でもなんか痛みそう普通より。畠山きみ違います。のぞみって読みます。そう、きみちゃんって言われるんですけど、のぞみですフルネームです。あ、あと畠山です。畠山のぞみです。そう、畠山さんって言われがちなんですけど、畠がつきます。かまれ絶対メイクさんに来てもらった方がいいよ。だってそうやってもらいました。結局何言うな、なんだろう、星になっちゃったなんちゃんの前髪パッツン復活する予定は、いや、わかんない。生誕前に美容院一回行きたいから、その時に復活するかもしれないし、しないかもしれない。なんかその前髪の比率がおかしくなっちゃって、量増やしてもらったからまた減らしたいんですけど、であの眉毛ギリギリを攻めたパッツンは私はあんま好きじゃないからなんだろう、なんかの手違いでならない限りあまりならないかと思います何時まで配信するの？毎回言っても時間守らないので適当です。なので長いなって思った方はあのラジオ形式にしたり、あの作業用で聞いてくださいはた山だと思ってた。だってはたけ山なんです。そう、なんかあの武道館だったかなの時もずっとはた山さんはた山さん言われてて、演出の方にいつ正すかあのタイミングを失ってしまったんですよ。失っちゃったんだけど、もう今しかないと思って畠山ですって言って直した次の日にまた畠山さんになってて、あ、直らなかったって思ったの。でもそしたらその次の日にまた畠山さんになってて、なんか勝手に感動してたそう、畠山さんって思われがちなんですよね。あと漢字の白を字にされがち。髪の毛かわいいだって。そう、久しぶりにハーフアップしました。ちょっと
畑と間違えて申請しちゃった。だって、いや、私の畑山はこれです。のぞみって読みそうだって。そうです。どうしてもって言うならピンクレッドゴールド。どんな色だ、どんな色だろう。ピンクレッドゴールド欲しいなってたな。どうせ言うな、泣かない今母分、そう、前髪、いや、なんか増やしたかったわけじゃないんだけど、ただあのこっち側だけ少なくて、こっち側はなんかいっぱいみたいな感じだったから、それが嫌で、あの直してもらったら、まあ当たり前だけど毛量増えましたっていう。前髪の触覚が減って、そのんが飽きるまで配信、飽きるっていうか、あの喋り疲れるまで配信だからマジ永遠に喋れるよ、コメントが動けば。畑山何回泳がせたの、ピアアリーナの時と17期の単独コンサートの時と武道館の途中まで、3つ分。じゃあなんかあの違うの、なんかあの初めての武道館の時と演出の方が違かったから、毎回変わるんだと思って、なんかなんだろう、そんなになんかこだわって畠山ですっていうのもあれかなと思って言わなかったら、意外となんかあの武道館がレアなケースだったのかわかんないんだけど、同じ方でもあの畠山さんがあのその演出の方全員に定着しちゃって、あ、どうしようみたいななっちゃって、あのそう、単独コンサートの時もやばい、いつ直そうって思ったんだけど、結局言えなくて武道館の途中になったっていう話ですもっと早く言えよって感じなんだけど。ヤクルトの選手畠山がいたの、え、でもなんか加入したての時にはいっぱい言われた気がする。そう、なんか毛ごときに、そう、畠の毛にそんなこだわってんのもうざい、うざいかなと思って、なんかどうしたらいいかわからなかった。あいちゃんとのコラボ配信ありますか。予定はしてないけど、あ、なんだろう、やりたいね。確かにあんまやったことないかも。永遠はやべえぞ、大丈夫、9時までには絶対終わるから、強制的に。そう、結構長いことあれでした。なんちゃん髪色変えていって言われたら、とりあえず茶色にしたい、暗めね。なんか金髪似合わなそうなんだよ。それか、あの染めないで髪を切るか私が畠山になればもういいんだ、私は畠山だって、なんならもう思い込みながらやってた私は畠山です。でも名札はつけてたの、私畠山のぞみってちゃんとひらがなでも書いてあるんだけど、なんだ、別にそれに気づいてほしいとかじゃないけど、なんかいつ言おうみたいななっちゃった。だからその人に訂正した後も一部的にはずっと畠山さんだった私は振り気づいてない、何の振り、毛は必要ねえ違うじゃん、ひらがなの毛の話をしてるわけで違うじゃんまあ毛は大事ですけど、
あのそっちの話じゃない角刈りでも可愛いかもだって。なんだか最近部分的に毛がなくなった人知ってるだってまあね、そう皆さんいろいろありますから。私も今こうやって笑ってるけど、将来髪がいっぱいなくなっていくかもしれないし、そうね、あれですから。のんちゃんが金髪にしたら全米が泣くと思う。なんで泣くの？なんで泣くの？やっぱ黒髪がいいんだ。日本史好きなら自然に畑も、そう思う人もいます。だから中1の時に後半畠山氏出てきて、あのでも畠山氏のあれが出てくる前に友達と教科書ペラペラめくって遊んでた時に、なんか同じ感じの人いるねって友達と話してたから、そうだからなんかなんだろう、日本史が好きな人とかはかっこいいって思ってくれるらしい、畠山って感じ。僕もよく間違われるタイプの名字だけど何も突っ込みません。なんか諦めを覚えていくよねもういいやみたいな。私のこと5年以上違う名前で言うね。それは直した方がいい。それは直した方がいいよ。顔がめちゃくちゃ好きな感じの顔で好きよ。嬉しい。のんちゃんは私服なんかダボダボしてます基本。でも最近はダボダボしたのやめろって言われたからちょっとだけ意識はしてるけど、元々ある服がダボダボだからあの服を変えるのに必死埼玉にあった木山さん、いやそうでもないです、意外とねいました。今市役所でダメじゃん。オーバーサイズが好きです。畠山の名字な、田んぼじゃない、あのこっちの畑、簡単な方の方が多いですけど、でも同じ感じの子いました、年下で。だからなんだろう、まああんま見ないけど、めっちゃ珍しいってわけでもないと思います。無駄ではないだって。でお兄ちゃんは私に地雷系とかなんか量産系の服を着てほしいみたいな一時期言われたの。でも私似合わなすぎて、フリフリが、まあ、じゃなくても着ないけど嫌だってずっと言ってた学校でも呼ばれ方、いや人はそれぞれです。のんちゃんもいるし、のぞみもいるし、畠山もいるし、いっぱいいます。かわいいんだけど、かわいいと自分が似合うかって違うじゃん。もちろん好きな服を着るのが一番ではあるけど、あの職業柄的にはあの似合う服を着なきゃだから。だから、なんだろうと、値段がいい値段なんですよね。だから、着ることはないかな。信行と呼びたいだって、もう原型ないのよ。似合うようだって。違うの、私がちょっとあれなの。
ますね。寒いわ。最近みずみに体温奪われるんです。なんかどさんこ二人組がさ、手冷たくて、ごっことみずみんが冷たくて、だからなんか手触った時に二人とも冷たいので、みずみんが、のんちゃんはいつもあったかいねっつって体温取ってくる私のこがねちゃんはあの昨日の衣装の時に私の太ももとか触ってくるの、あと肩が空いてたんだけど肩触ってきたりして、冷たいのよっつってやってました。そうだから、あのどさんこは雪になっちゃうんだよってみずみに言われただいぶリップ落ちちゃった。これの難点はね、あの気づいたらいなくなってる。ツヤ系リップだからさ、可愛いんだけど、なりたて。どうやったらうまく持ってくれるんだろう。仕事を終えた安メロディー参戦です。だってお待ちしておりました。お疲れ様ですここ飼ってないです。お触り禁止だよ。だってお母さんは何も言わないです。てか好みが合わないんです、服の。だからあんまりそういう話はしないです。働かなければならない時間だって。頑張ってね猫顔なのに。だってそうなの、言われたことない猫かぶってないの。あ、猫はかぶってるかもしれない。かぶってるかのメロディーは今日もかわっちいね。フェスありがとうございました。ありがとう、やすメロディーのメロディーだって。下唇熱くてかい。熱いか、これ熱いの。そうなのてかなんか月が長くなくなっちゃったから一回撮ろう。やっほーやっほー。かぶっちゃダメだよ。だって黒服大好きです。かぶってる人はかぶってるかもって言わないのよ。だってもう何言ってるんですかって。うんこそこばかり暴れておきました。だってのんちゃんはたこ焼きよりかわいいよ。ぶりっこできないの。あんましないですよねわかんない。でも、ね、するときはするけど、しないときはしないリップに合ってたよ。ブリブリしようって。腹を決めたときはするけど、まあ別にし普段はしないですかね。猫がイブに来たよ。え、いいの。そう、私猫は飼いたい気持ちがあるんですけど、あのなんだっけ、名前忘れちゃった。目青い子目青い子が飼いたいんですけど、ラグドールか飼うなら。まあでもね、そうお母さんにそれ言うと、我が家は猫ちゃん2匹いるからって言ってくるんです。我が家猫いないけど、あのそう猫ちゃんが2匹いるから
くご飯を食べる猫が2匹いるからって兄と私のことを言うんですよ。そうだからもう十分かなって言われる。寮生はいかが？だってあの大西さんに あの串会のだよね、あの13日に最終リマインドしてって感じです。捨てられてませんように。でもね、まあ、最悪ね買えばいいから。マンゴーまだ食べてない。にゃんこの言いにくい。にゃんこぬあんこぬあんこ気まぐれのんちゃんって。猫飼ったらちゃんとお世話するの？だって私はあの赤払い森ぐらいがちょうどいいので飼えません。飼いたいとは思うけど、赤払い森ってほんとすごいよ。健康的だから鼻がテカってきた。あ、だっていい？一旦任せますね。どこまで映ってるかわかんないけど、ヌオに現場を任せていきたいと思うので一旦失礼します。あ、待って、倒れる。バイバイ。よいしょ。はい、じゃあママ映っちゃう。なんか一回立っただけなのにどっと疲れちゃった。なあ、映ってないよ。だってだって私の画面ですら映ってなかった。公園で会いたかったです。だってじゃあ今年会いましょう。基本のさ違う、私がただ心拍を低くすればよかっただけなんで。疲れたって何歳だって、急に年取らないで。やっぱね、15年ものだから、私も一応そう生まれて15年ものだからさ、まあやっぱね、そう若くはないわけ。そう若くはないんですよ、15年だから。10年経ってるからも洗濯機とかで言ったら買い替えの時期なので。ってやるとみんなが怒るからもうやめときますね。もう化粧なしはあんましません。リップぐらいかな。そう、まつげめっちゃギュインギュインしよう。あの松葉行っためっちゃ久しぶりに。この僕ですらあなたより10個上やで。だって、あ、 25ってなんかキリよくない？で自分が25になったらさ、何言ってたんだろうって思うんだろうね。車みたいな言い方しててくさ。車も10年以上経つとあれなの？じゃあそろそろ新しいのんちゃんに買い替えるか。残念ながら私は変えられません。15歳に戻れるなら人材さん出す。だって絶対やだ。何円払われても私は絶対にね。でも若くなりたいなとは思う。なんかあのなんだろう、若い時ならではのさ、もう健康すぎてなんか病気なんか無縁だみたいな状況の時があったの。私その時に戻りたい。口内炎はできてましたけど。
なんか低気圧とかも何言ってんだろうって何も理解してなかったし、そう、なんかずっと元気みたいなあの頃に、ね、そもうすぐ16なんですよ私、びっくりだよね。早いものですね。ここにいるほとんどが涙目だって16歳になれると思ってるんだって。え、何に狙われてる私まだ3歳なので早くのメロディーに追いつけるように頑張ります。頑張って、そう、ちゃんと背中追いかけてね、待ってるから役笑いしとこうだって。まだ役年じゃなくない？16歳になります。25日で、今月の来週で17歳です。あ、セブンティーンになった01個足りてないようだってが争うじゃんあ、40? じゃあノンメロディーに敬語だって。そうですね、年上なんで年上なんで。じゃあ私これ敬語で話さなきゃじゃん。皆様、本日はこの配信をご覧いただき誠にありがとうございます。私、今年は初めての配信になりますふふ違和感ありありだって良い音じゃおとといにゆきねえにもバイバイって言ったら、バイバイ良いお年をとか言われた敬語というかガイドの喋り方だって。50メートル先右方向ショッピングモールのアナウンスみたい。3階迷子センターで A 君がお待ちしています。なんだっけのナビは役に立たないから方向音痴だからそう、ここねちゃんとディズニーに行った時もあのディズニー内では役に立ったの、中では役に立ったんだけど、あの出た瞬間あの役に立たなくなっちゃって、そうのんちゃんナビが使えないってなってこまねちゃんに頑張ってもらった。そう、私の専門はパーク内だからちょっと外は無理だわって言ったじゃあなんかあの電車までのあれが C だったからここねちゃんと行ったの。二人とも免許も持ってないし、車のベーコンはついさっき食べました。俺が16の時は仕事してた。何してたの？バイト？駅と逆に行きそう。あのバスあるじゃん、な何で乗ってるんだろう。だそのバス方向行っちゃって全然違うやんってタクシーのように歌うのにナビあかんのか。それとナビは違うからディズニー行こうとしてデニーズ連れてくんでしょ、今度やるフ
なんか急にめっちゃ来た。バイトだって、何してたの？何個かで行動してるとき、なんか場所によります。なんか物によってはもう私完全ここでちゃん任せだし、逆に私に任せてもらうときもあるし、場所による。じゃあ昨日仲良くなった？いやだいぶな、なりましたよ。なんかさこちゃんとしんめ多いんだよね。しんめだったり隣が多くて、だから昨日のギブミーファイブもサビこれやってた一緒に。ふぅ。よきよきだって。画質いいです。そうなの？おっさんみたいなため息でくさ。あ、やばい、バレちゃう。どうしよう。違います、私じゃない今の。私じゃないから。だよ、空耳だと思う。私さこ夢見じゃなくて夢見って言って、夕飯何がいいだって、お父さんが。何がいいかな、やっぱりしゃぶしゃぶ。絶対見てないね、これ。何がいいかな、猫かぶっただって。畠山のぞみ57歳男性、ごじった、ちょっとそばかすあるんだね。生まれたてです、天然物だから。心に小さいおじさん飼ってますって。マニーガールするとは言ってない、言ってないです。お湯の煮込みでお願いします。カレーライスにしよう。きのこの炊き込みご飯です。お寿司かな。スマホが貧弱でくるくる。ちゃんこ鍋、生まれたてからって。そう、生まれつきやります。私一人しゃぶしゃぶでも行きたいんだよね。生まれつきですね。小さいおじさん、ちおじ。4月28日バニーガールするの？しない。するの？そんなこと言った私。言った、言った、私言った、言った私そんなこと。言ったの私そんなこと。おじさん騙されたのか。いや騙してないから。言ったことに、いやじゃあ撤回します。言ったんならやらないよ。だってもううさぎ年でもないもん。わかりません。だってこっちがバニーすればいい。そうですね、それで解決だ。考えとくぐらい。そう、考えとくみたいな話はしたけど、結局そんな考えていません。バニーなら追加しない、しなくていいです、しなくていいです。だってバニーしたとこで来ないでしょ。来ないでしょ。来るって言うならまあ考えますけど、本気でどうせ来ないでしょ。じゃあドラゴンやる。だってレクーザする、私。100枚出ししようか。だって何話す？信じてたのに。だって、なんか考えとくみたいな言ってよ。やるとは言ってなくない？何ならしてくれるっていうのさ、わからない。そう、検討しだから私今。
ワンマンコー、ワンマンコー。ほら、あのね、どうせ来ないんでしょって言ったらコメントしなくなった。わかんない。騙されたっていなくなったのかもしれない。あ、来た。バニーガールなら行くよ。仕事クビになってでも。だって。東京ドームで新日本のプロレス見ながら配信見てるだって。器用だね。遣隋使するのはしない。バニーガールね。まあ4月とかね、5月はイースターですから。でも待って。体操着なら行くよね。嘘です。だって。大丈夫、着ないから。マニーガールのマニー抜きで、そう、私がいるだけで十分って思ってほしい。なんちゃんしましょう、ここまで来たら。じゃあ、あの、もう2番目に可愛いっていうのやめてください。条件しか出さない。本当に来てくれるのだって、私がマニーをしたら。あ、大丈夫、ガチのバニーはしないから。しない、私なりにね、その考えがあるので。そう、ガール抜けてだって私いないってこと。そう、もうね、検討いたします。だってのんちゃん 1.5 番目にもういいわ。そういうことじゃないのよね、えもう布を投げつけるよ。ゼロ番だよ、だって。投げよう、だって。脳に罪はないから。そう、沈めてもらう。脳体当たり、ま、体当たりじゃなくて、あのヘッドロック食らわせていいよって思う。ポケモンはボールに入れて、だって。バニーなら剣買うよ、その日行けなくても。だって、いや来て。来て。もうやめよ、この話よくないよ。みんな冷静に考えて、冷静に考えて、冷静に考えよう。ダメだよ、やらないから。やらないもん私。冷静に考えました、バニーでした。って。ねえ、冷静じゃないよ。私はインドネシアから来ましたじゃなくて来たんです。ありがとうございます、わざわざ。ヘッドロック、ジャーマンスープレックスじゃなくて、何それ。専門用語みたいに出てきた。あと2年待ちましょう。いいよ、待たなくて。のんちゃんが取り乱しました、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。私はトルコから来たんです、ありがとうございます。ジャーマン知らないのって。知りません、そんな詳しくない。パンチパンチ。
尾にパンチされた。ヌオーの尻尾に攻撃された。アイアンテールされた今。ジャーマンポテトしかわからない。プロレス好きなの？いや好きではないです。仕事再開させてくるね。だって頑張って。プロレス営業で相手の膝をロックして死ぬ。痛そう。こんばんは。いつか天使の尻尾とワルキンの一緒でね。一番やってやんなさそう。一番やんな。天使の尻尾やることは本当にないと思う。私ないと思います。ぽくないじゃん。だってなに、一回でいいからチョップしたい。そしたらあのデコピンで返すわ。ですよね。だってそう。私風が吹いてるだけやりたい。あとあのもう少しあの年齢を重ねてからあの僕たちは戦わないやりたい。ね、難しそうだった。めっちゃでも左目いいね。私左目いいわ。右目はあのいつも通りうんって感じ。そう難しい。なんかもう見てるだけああってなる。ミネルバ公園、あそうやってみたいんだよね。ただ公園ってね曲覚えるのマジむずいよ。下まつげいいね。だって頑張って伸ばした。ガチャ目、ガチャ目です。なんか私有眼みたいな名前のやつです。左目だけうまくいったの？どういうこと？メイクが？そう左は元から二重なんですよ。あとねなんかこっちの方がデメなので、右目はなんかまつげ上げたら、まつげ上げなくても最近二重になってるんだけど、なんか最近二重になるようになった。ミス、あかんない、まつげ上げてるからかも。マツパで、そうだからちょっと分かりにくいんだけどなってはいるんです。そうでも多分まつげ下がってきたらまた元に戻ると思う。かっけえ。だって本当に持ってる。でもね、あのね、まつげ、下まつげは右の方が長い。でもなんかね、私の使用感をなぜかめっちゃ褒めてる人がいて、こんな綺麗な使用感は見たことがないみたいな。使用感が好きな人なのかな、わからないんですけど、なんかめっちゃ解説みたいなしてる人がいて面白かった。そうやって思ってくれる人がいると嬉しいですよね。音合いはカラコンでもできなくはないんだろうけど、しません。年玉もらいました。Oof.
大丈夫、さっきみたいなあの空耳ため息じゃないから、ちゃんと可愛いため息だからあれにもちょうだい、だって何を初見です、ありがとうございます。ご飯まだ食べてないです。男女問わずすごく人に好かれる人の特徴なんだよ、私有眼絶対違う、何がだろう、あなたは AKB の何世代ですか、私って何世代ですか、私世代聞かれるのも得意じゃない、私はあの何 Z 世代を生きているのかな、そうなんかあんま分かんない、私は何世代自由がちょっと感じ違うんですけど、目の大きさが違うよってこと、あーキノコと聞かれてる、17世代17世代です、男女問わず好かれるのはお年玉をくれる人です、そうですね畠山家は晩ご飯が遅いっていうか、あの不規則です、ハマったのはどのシングル、そういうこと、 Z 世代って何だって、なんか言いません、最近 Z の Z 世代の Z が何かわかんないけどらしい、2番目に最年少、それはサイって言わないのよ年少よ、晩ご飯あるんだ、あります、実家暮らしなんで、畠山のぞみの Z だべ、のぞみ無理がよ、それなら N だよ、私は安メロディー世代です、私はノンメロディー世代です、令和生まれ、令和生まれじゃない、令和生まれだったらまだ6歳5歳とかでちゃんとあの元年に生まれても加入できない、まだ平成20年です、私は早生まれなので19の年の20、何言ってんだ、だってあ、そう、君はメロディーもやりたいんだよね、やりたい、いつか17期でやりたい、ジルシちゃんアートは持ってないです、欲しいなって思うんです、あ、嘘、持ってるわ、鏡しか持ってない、でも化粧品は持ってない、鏡だけ持ってる、でもちゃんと店舗で買ってない、通販で買った、ビビってキミはメロディーめっちゃ低いです、みんなで歌うから、みんなで19期生募集してるの、今3時か4時ぐらいだと思います、香水使いますか、基本使わないです、持ってはいるけど使わないです、あんまり、ディオールは持ってない、私が持ってるのはシュウエムラとポール&ジョーくらいかと思います、デパコスって言われるやつは、ちゃんと自分で買ったやつ、あの親戚とかにもらったじゃなくて、私何時間話してる、もうすぐ2時間か、ゆいちとは1個差です、私の方が1年年上です、君はメロディーメロディーって歌いながら休むね、本当にそうなっちゃいそうだから、でもあのソロのところさ、あの卒業公演とかでさ歌ってる方
かっこよくない、なんかなんかかっこいいなって思う。なんかその歌が上手い下手じゃなくて、そのソロパートを卒業公演で歌ってるっていうのがなんか私の中では来るの。なんちゃんの生年月日見て最近やんってビビりました。最近じゃないよでも私もさ、令和生まれの人とか今の小学生見たら最近やんって思うんだろうね。なんちゃん大人っぽくなったね、ありがとうございます。いや私なんかあれしか使ってない化粧水かねって、なんかねイラスト屋とコラボしてて買ってよかったからずっとこれ使ってる、これ安いし両方入ってるからめんどくさがり屋の私にはとてもぴったりな商品となっておりますこれが一番好き。なんか化粧水はまだそんな高いの使わなくていいんじゃないみたいな感じですね。水塚さんね、卒業しちゃった。なんか未だに信じられない、もうまだいるような気がしてる勝手に。どこの？どこの？どこの？どこのなんだろう？わかんない。ピュアナチュラル。どこのかはわからない。どこだろう？わかりません。1000円くらい、1000円でお釣り出ます。全然商品のリンクはこちら無印だろう、違います。てか普通に薬局で売ってると思うので見てみてください。ハトムギはお母さんが使う。大丸で買うの？うん、アットコスメで買った。ポーランドジョンはココネちゃんについてきてもらって買いました。そうドラッグストアで売ってます。全然これの大きいやつも売ってるし、あれお泊まり用とかだから、あの合宿行った時とか使ってました。あの17期の、あとあの公演の時とか昨日も使ってます。なんだろう、足伸ばしたい、ちょっと疲れちゃった、正座状態だったからさ今無印もいいって言いますよね。いつか美容にも投資でいけんたらのっちゃんどうなってしまうんだ。でもなんか最近あんま買わないようにしてる。物は揃ってるから使おうっていう薬局でのっちゃんの使ってるやつくださいって言えば買える？どちらののんちゃんでしょうって言われそう。何人兄弟？二人です。私と兄一人です。畠山のぞみさん愛用ってポップない？いつかできたら嬉しいですねないだろう。だってピュアナチュラルでえでも普通に言っちゃいます。絶対なんかそんななんかあれ珍しいやつじゃないと思う。結構王道なやつじゃない？これとあのピンクっぽい色のやつがあります。ハリーとかそっち系の。のんちゃんコスメくださいと言います。
ょっとあげれないかな、まだ。でもお高いんでしょ。だって、本当に高くなかったけどな。ないだろう。調べてみる？一旦画面あれかも。いや、違う、違うので調べればいい。800円、ヒリヒリしないでしょ、全然。そんな無駄なもん入ってないから。やばい、つくか。喋りすぎてさ、喉が。ねえ、でも本当にヒリヒリしないよ、これ。アルコールフリー、無香料、無着色。あれ、私これなんだっけ、パスワード忘れた。やばい、待って。あ、違う。え？ちょっと持ってきていい？分かんなくなっちゃった。紙が欲しい。開かなすぎて。何が足りないんだ。いや、間違ってはないはずなの。え、押したじゃん。絶対足りてるよ。ね、どうしよう。開いてくれないんだけど。入れてるのに。え、どうし、どうし、どうします。開かないんだけど。どうしよう。え、どうしよう。ちょっと待って、割れすぎて鼻が。やばいやばい、誰か私のパスワード教えて。学校のやつなんだけど。待って、あ、開けた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 。開けた開けた。開きました開きました開きました。先生に怒られ、いやでも私中学の一回も忘れたことないので、やっぱね、そう覚えてないとね。安い白色のやつがこれの、ちょっと待って、うん、でも見たやつによるのかな。これの大きいやつが880円、詰め替えが638円で売られてる。まあそのぐらいなんだなみたいな。味です。1000円以下。あ、このサイズ473円。
500円で買えちゃう。なので高くないです。あと私はヒリヒリしないので大丈夫かと思われます。宣伝チャンネルでした。あぶねー、開けないところだった。よいしょ。安いだと、いや安いでしょ。化粧品にしては安くない？あ、そっちの安いだとか。いや、これはあの買ってるやつなので、中学のは借りてたから返したけど、これはもう多分私の。感じです。私はね、ヒリヒリしない。個人の感想です。目が可愛いだって嬉しい。顔面工事に強いのんちゃんだって。まああの褒め言葉って受け取っておくね。ありがとうございます。やだ、お金は私払わないよ。ネット仕事ありました。お疲れ様です。おっちゅー、よいしょ。もうね、昨日からずっと私の頭の中でハッピーエンド流れてる。踊ったから。マジね、昨日踊れるようになったの。前日に振り入れしたから。でしかも難しくて、ちょっと私には。でもサビだけやったらなんか踊れるようになったから危ない。免除破棄に、だって教えなくてもみんなできてるから、教えることないです。逆に教えてほしい。ハッピーエンドいい曲よね。わかる。あのダンスムズってなったけど、なんだろう、すごいね、楽しい、踊れたら。私あのここが好き。ココちゃんも使ってるの？だってさっきの化粧水、私だけです。みんな何使ってんだろうね。私はあれ使ってるけど、みんなはわからない。ハッピーエンド歌えるの？だって歌ったけど、あの流れで覚えちゃったからポンって出てこない。この前足がさまさま全てをのところ、のんちゃんはダンス綺麗で体格に恵まれてる。なんかそう、最近ダンス褒めてもらうこと増えました。オンリートゥデイのイントロ短くて、そう、意外と短いよね。あとこれも最後、隠れるまでじゃなくて、テレテレチュレラランランのところになったから。今年の目標はちょっと、あの去年はあのインフルとコロナ両方なってしまったので、健康に生きようっていう目標です。あのね、自分も辛いし、健康じゃなかったらいろんな人に迷惑がかかるので、なるべく気をつけていけたらなって思ってます。ダンサーになろう。ダンサーの踊り方ではないと思う私。
ただいま、おかえり。のんちゃんはよくよしよよよ夜更かしします。ただ夜更かししててもね、別にそれが原因じゃないんだよね。ただあれだと思う、その時のあれだと思う、なんていうの調子のいい悪いだと思う。スクラの木になろうは中1の時に聞いた。なんか道徳でなんかそうやってて、先生がこの曲が好きなんだみたいな流れでテレビで流してたMV 付きで。それで知った。でそれでしかも去年のさあれで着るところファンミ春のびっくりだよねスカートは違かったんだけど、これが Z 世代なのかだってそう。でもそうです、それで出会った。なんかね、それで調べてなんか桜系いっぱいあるなと思って10年桜とかさ。で私はリズム感的には10年桜が好きここが大好き。だってあんまこういう振りなくない？なんか漢字の10らしいんですけど、なんかそれを思いついて振りにする先生って面白いなって思う。確かにね、10年後にまた会おうって言われてもあれだけど面白いよね。日本は桜まみれ、そう、あの市でも桜いっぱいありますから元々の振り違うのよ。だってでも私はこれが好きフェイントの指パッチングいくじ。え、私あれね、なんかもうちょいいける気がしてるんだよねフ私ならもうちょいかっこよくできるって思ってる。でもどうしたらいいかわからなくて、最近どうしようってなってる。なんかかっこよくないんだよね、自分の中では。なんかまだいけるなーってなる。私フェイントもねまだいけると思ってる自分の中で春が来るまでもだし、なんかね納得いってない動きが結構あるんですよ。フェイントの後ろ向いてスイってる。なんだスイってスイって何？なんでこんな垢抜けるとは。やっぱ人間ね、そう変わるんです。ちゃんとね、そうメイクも勉強しましたし。そうだよね、だいぶ変わったよね。皆さんちょっとお披露目時のあのお披露目の私見てお願い。しかも私褒めてほしいの、褒めてほしいことがありまして、周りにそんなにあのお化粧ができる子がいない世代の時に中3だからやんない人が多い中、しかも親もそんなにメイクをしないんです。その状態でここまでやったんだよ、すごくないすごくない頑張ったと思うよ私は。なんかこれでもまだまだではあるんですけど、あの本当にお披露目の私を見てほしい。だいぶ頑張ったよっていう話をここねちゃんとしてた、ちょっと前に。だいぶ変わったよねって。
あと前髪がね、そうちゃんと綺麗になった。褒められて伸びるタイプ、そうですね。のメロディーのメイク参考にします。だってすごくない？だってすごいアートだから そう頑張りました。でもさ、これがさ数十年後にはなんでこんなメイクしてるの、リップ濃すぎとか言ってそうだよね数年後には言ってそうなんだよね。春が来るまでののんちゃんが大好きです。だってもう一回見てみるよ。だってお披露目今日は元気ですか？健康管理も忘れずに頑張ってくださいね。今日は元気です。天気も良かったし元気ダンス未経験でした。そうだからあのね、あの息が苦しくなるよで回るじゃん。回るとフランでしちゃうおっとっとってなって頑張って自分で歌わりがしまーって大きないだったから、おっとっとつながりしまーって大きないって移動してたの。だからあのオーディションの時もフラってしてたそう、これ裏話ね。回るとフラついちゃうそんな子がフェイントでヒールを履いて踊ってますたまにフラってしちゃうけど。何時まで配信？何時だろう。8時半か。8時半目標で、じゃあ私もそろそろおしゃべりを止める気分でいるね。永遠にしゃべっちゃうから。確かに見れるようになった。だって。前は見れもしなかったのか。のんが元気、略してのんき、のんきな子みたいな。ダンスとタンスの区別、え、そんなことあったっけ。こんばんは。レジまで頑張る。あの年齢制限的に強制終了なので残念ながら。この前初めて劇場でのんちゃんのフェイント見たけどめっちゃかっこよかった。嬉しい嬉しい、やった。そう、私フェイントずっとやりたくて、本来あの劇場私フェイントやらない立ち位置だったので、フェイント回ってきた瞬間フェイントが私できると思って、あのフリーレ個人でやってもらったんですけど、もうみんなフリーレ終わってたからちゃんと覚えていっただから助かるって言われた、フリレの先生に。昔は緊張してた、ニコニコしながら踊ってるの見ると成長したなってなる。あの初日のやつ見たときびっくりした、ほらーみたいなであれがあの時の精一杯だけど、あれがガチで笑わないじゃんと思って、なんか見ててこっちが辛かったそんなものを見せてたのかって感じだけど、もうなんか見てるこっちが辛かったすいません。そう7時12とジュンクレでした。なのでちょっと踊れます、忘れてなければ。だからあの春が来るまでの前に7時12分踊って、フェイントの前にジュンクレ裏でちょっと踊ってる来ましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。仲良くしてください。
ね、前までフェイント見てみるね。だってお願いします。15歳学生は年齢制限あるから、そうあるんですよ。ユニットシャッフルするなら、でもやっぱ7時12分やりたいですかね。私マジでさ、これの方向頑張って覚えたの1番と2番で違うから。しかもあの2番さ、後ろ向いて踊るから頑張って覚えたのだ、それを結局見せる場がなくなっちゃったから、見せられる場ができたらやりたいですよね。3月の握手会とっては初めましてなのでよろしくね。じゃああの時の人ですってお願いしますふふ早くなんちゃん出てる声入りたい。私も早く声やりたい。そして傘を回収したい私の傘劇場にある留守番させちゃって、雨降らないといいけどショールームって喋ってくれるなら、握手会ネタなくてものんちゃん話してくれるかな。え、でも結構勝手に一人で喋りますよだから詰まったりの心配はそんなしなくていいかと思います。あの反応とかしてくれればそこから広げることもできますし、そんな心配しなくて大丈夫です。傘が目的、傘半分劇場出たい半分みたいな、ゴーゴー傘置いてきちゃったの、大晦日公演の時に。なんか朝は雨降ってたの、でもお昼ぐらいから止んでて、もうすっかり雨降ってたの忘れてて置いていっちゃって、タクシーに忘れた傘は結局あのままなので、多分もう捨てられました。ちょっとタクシー会社が分からなかったでもまあ錆びかけてたし、なんだろう、諦め、なんだろう、潮時だったなんていうの、あのなんかさ、使わなくはないんだけど、小学生とかがよく使ってる傘だったの。なんだろう、もうなんだろう、あなたが使う時期は終わったんですってことだったんだと思うそう、マフラー含め、もう新しいのを買ってください、私たちは限界ですって意味だったんだと思います。傘の割合多いな、だって傘ほんと大事だよ、傘は大事あの折りたたみってさ、ちょっと骨弱めじゃん、あの大きいバサーンのやつに比べたら、だから大きいのは大事なの。まだあるよそれだって。なんていうの、定年かも分かんない、なんかもう言葉が難しい、私多分ね意味分かんないで使ってる、いろいろ。だから私ね、あのすごいあのおバカを世にさらすんだけど、うせものってあるじゃん、お母さんにこれどういう意味みたいな聞いたで、意味を知った時に、私うせものってあの悪い人が来るか来ないかだと思ってたって言ったら、すごい未だにその話をされるぐらいでそれ違うよあのそう、うせものって悪い人が来るか来ないかなんだと思ってて、昔まで B4 発揮してるよね。あ、
そう、くせ者とうせ者が混ざっちゃってだったんですよ。それは違うよって言われた。だって似てるじゃん、あの漢字見たらわかるだろうって感じなんだけど、似てるじゃん。雨と雨の違いみたいな、そういう違いじゃん、ほぼ。だってだから、まあでももう分かってますから、もう分かったから、そう学びました。偽物だって。そうだから皆さん気をつけてください。気をつけてください。それとこれは話が違います。そういうこともあるんだよっていう。くせ者、くせ者って言ってるかもしれない。だから私おみくじでうせ者いずれ出るみたいな出てきて、おもろいよね今思えば。喜ぶべきことなのに。何を気をつければいいですか、だってそういう勘違いがまだあるかもしれませんので、気をつけてください。くせ者登場。そうすると思った。面白いよね、無知ほど怖いことはないって言うけどさ、一瞬待って面白いこともあるよね。怖いことの方が多いけど。大喜利おもろい。だって笑いを狙うとダメ。なんちゃん相変わらず面白いね。だって絶対家族にバカにされてるでしょ。されてる。されてます。なんか話したっけ、なんか小学生のテストの時ってさ、理科とか算数とかでこれはこうだからこうなんじゃないかなみたいな、なんか正しいことを言ってる二人に丸をかけみたいなあるじゃん。それで私わからなすぎて表情が違ったの。二パターンあって、真面目にこうやってってやってる男女二人組と、こうやってなんか元気そうな表情の男女二人組がいたので、わからないってなって、でもやっぱ丸バツだから書かないのはもったいないと思って表情で決めたの。確か元気な方にした。そしたら丸だった。両方丸だったの。両方丸で、いや、あの世の中って面白いなって。面白いよね。そう、え、なんかさ、マークシートとかもさ、とりあえず埋めろみたいな言うじゃん。そういう感じでやったらなんか当たった。絶対やり方違うんですけど、そう、考えにだけ違う、運が良かっただけ。感想勘でやったから。受験もそろそろ出ないそうだって。頑張れ頑張れ。そっか、あとちょっとだもんね。そう、ちょっと分かりにくいので焼肉に例えてもらっていいですか。焼けてない焼肉が2つと、あのしっかり焼けてもう食べれますっていう状態の焼肉2枚がありまして、私はあの分からなかったので問題の答えが、焼けてるお肉2つを選んだら、その焼けてるお肉に書いてあった文が正解だったみたいで、テストの点が取れました。もう先生多分裏で泣いてる。
昨日焼肉だった。いいな。余計分かんなくなった。本当に焼肉に例えた。頑張った。だって頑張りました。泣くだって。そう、これは泣いちゃうよね。え、どう、伝わった？ゆるい学校だね。いや、勝手に私がゆるくしてるだけです。本来もうちょい厳しい。頭一個いいから。ゆるい感じ。焼肉どの部位が好きですか？油がそんなない場所。油そんな好きじゃないんだよね。伝わるかーい。だって結構わかりやすくなかった。僕のお腹の肉あげます。だってどこにつけようかな。牛丼は私そんなにかな。いや、カルビ食べれます。どうして伝わったと思ったの？だって焼肉に例えてって言うからちゃんと二択にしたし、あんまり言ってることはさっきと変わらないかなって顎どこ行った？ここ、顎です。ということで19,075人におバカは晒しましたけど、もう私に怖いものはありません。ララちゃんの生誕には入りたいです。私は私は、初期の音が待って、初期の音聞いてたの。おもろい。それ人数じゃなくて盛り上がり度。そうなの？じゃあいっぱい盛り上がったということで。本当だ、お時間ですね。正直言うともうちょい喋れるんですけど、そろそろうざいですか？そろそろうざいですか？なんちゃんの生徒入れますようにって初詣でお願いしてきてよ。入ってほしい。特別枠作っとく。まだまだお願いします。だってお、みくじ今日だった。いやでも今日は一瞬待ってるよみたいなところあるじゃん。気にしなくていいよ。私ウルメってくださいね。そう、最近全然できてないから1回が長くなっちゃうんですけど、まあ2月ぐらい、いやそんなことはない、どうだろう。でもちょっと12月はやらなすぎたから増やしたいなって思ってます。延長してください。払うから。だって払わなくても延長するよ。むしろコメントはどうですか？そろそろうざいですか？私コメントないとこんな喋れてないよ。多分コメントなかったら30分足らずで終わる。喋りたいことバーって喋って、ではランキング読みますってなっちゃうから、ありがたいです。この配信が今月最初で最後は寂しすぎ。さすがにそれはないと思う。誕生日もあるから最低2回はやると思う。宿題終わったの？終わった。なんちゃんに会うの数ヶ月ぶり。いつ会ったの？宿題見てあげたい。あ、ちょっとそれはやめといた方がいい。誕生日はない。私ケーキじゃなくてお寿司屋さん行くんですよ。それかお刺身いっぱい買うみたいなやってます。
最近はやってないんだけど、100均でシャリの形作れる型買って、2、3、いやもっと前かな、小学校か中学生ぐらいで買って、お刺身買うたびにその100均で買ったやつにお米敷き詰めてギュッてやって、お刺身乗せてお寿司作ってた。フォローしたよ、ありがとうございます。何のお寿司が好き？最近はブリが好きです。あとハマチが好き。ブリ、ハマチ、縁側が好き。あとなんか前のお話し会の時にアワビがあって食べたの、あの合宿の時に食べ損ねちゃって、食べたらめっちゃ美味しかった。でもこっち側まだあの抜歯してなくて、歯は抜いたけど縫った状態だったから、こっちでしか噛めなくて、それが悔しかった。これの時から思ってたけど、のんちゃんの明るさに元気もらえるって、嬉しい、元気になってください。さあ、私の宿題見たら多分間違いだらけでね、1週間ぐらい経っちゃう、全部正しくしてたら。なんか友達に一緒に宿題やろうよみたいな言われて、あ、じゃあ一緒にやろうと思って、あの通話でやろうとしたら、もう終わったとか言われて、なんかもう5分も経ってないよと思って、プリントなのに。そう、じゃあ私は2時間ぐらいかかるからって、すごいプリント遅いかったから、解くの教えようかって言われたけど、教わったところでわからないからあんまり大丈夫って言って、お母さんに深夜まで付き合ってもらってた、私のプリント解くと。でもちゃんとやってたから、先生に畠山さん宿題はちゃんとやるって、問題は解けないけどって言われた。宿題やってない人がいると、周りでね、私の席の近くでなんか一人一人見て回ってくるんですよ、先生が。でなんか褒められたんだかなんだかわかんないけど言われました。もうそこでしか私は単位が取れないから、もも買うよ。そう、私珍しく2つ結びしてるので、よかったら買ってみてください。わさびは正しい使い方じゃないんだけど、醤油に好きな分溶かして食べたいぐらい。わさび全部はちょっと辛いかも、袋に入ってるやつとか。ブリ、ハマチ一緒よ、だって。あ、じゃあブリって言ったらいいの。美味しい。高級な味を覚えてしまったか。だってアナゴは私あんまり食べないの。縁側嫌いなの？好きだよ。去年からのんちゃん好きになりました、ありがとうございます。秋葉原の元祖寿司、素人と寿司三昧。寿司三昧、あ、そう、あるわ。へえ、あ、本店なんだ。へえ、寿司三昧私確か行ったことないんだよね。やっぱ美味しいのかな。つぶ貝、つぶ貝私食べたっけな。でも貝ってなんかそんなにまずいもんなくない？5分で宿題終わるの？いや、なんかもうほぼ終わってたみたい。ほぼ終わってて、でなんかもうほぼやることがないみたいな状態でその話を持ちかけてきたらしくて、あっって思った。どちらにしろ私よりすぐ終わってるでしょうけど、いや私の体感5分じゃない。あ、じゃあ私も宿題準備しようって思って宿題準備しました、 LINE 見ます、終わった、まだ始まってもない私と思って。おもろいよね、宿題出しただけで信頼勝ち取るのんちゃん。やっぱやらない人はやらないからさ、そういうところでね、信頼を。深夜までの説得力えぐいだって。
それ遠回しにバカにされてるようだって。まあでもあのね、そういう仲だったので最終的にあの仲はいい先生でした。買いたい寿司はどこが好き？くら寿司が好きだったんですけど、昔はあのガチャガチャがあったから。でも最近はスシロー行くことが多いからスシローですかね。でも種類が多いのは多分くら寿司だよね。種類が多いところが好きサラダ軍艦は頼んだことない。あと私お寿司屋さんで卵頼まない。のんちゃんは遅すぎるし友達は早すぎる。友達はなぜ一緒にやると思ったのか。本当だよね安郎おいでだ。なんか米多そう私はお正月はあのおばあちゃん家ってゆっくりしてました。遊戯王やってた。初めて対人やって1回目勝てて調子乗ってやったらほぼ全部負けたなんかなんだろう、10回やったとしたら 3,4 回しか勝てなかった。なんかあの私のデッキが課金しないと揃えらんなくて全部だから今ちょっと悩んでる勝てないの。運が良くなきゃ。なんかそんなにいっぱいトラップカードを持ってるわけでもなければ回復を持ってるわけでもないから、ブラックマジシャン倒されちゃうとちょっと私辛いのブラックマジシャンと、あとブラックマジシャンガールがさ融合してるやつとか通されると結構つらい浜寿司は私あんまり行かないですね。おめえ偏見すぎるだろいやなんかねえわかんない、ネタ大きい？のんちゃん押してもいいですか？ぜひお願いします私のターンだろう。なんか今日めっちゃねレモンマジシャン出てくるのめっちゃレモン出てくる、おもろい。のんちゃんのセーター当ててね、だって誰に言ってるんだそう、マジシャンデッキです。前のアカウントの時はあのあれあれだよ名前忘れちゃった。あの白いの使ってたんですけどブラックになりました名前が出てこなくなっちゃった。なんかミラーフォースか、聖なるバリアミラーフォースの強さに私感動してる最近。でも相手にそれをされた時にすごいあんた実質おにぎりみたいな寿司をお届けします。だってすぐお腹いっぱいになれそうだから値段によってはコスパいく。課金しなくても勝てるブルーアイズデッキにしましょう。私はブラックマジシャンがいいなぜなら闇遊戯をしながら。ヤギョのルール教えて。私城之内しか知らない。城之内シス
そう、あれみんな言うの。だから遊戯王知ってるのって目キラキラさせると知らないって言われて、あやばってなる気まずなってた。サイレントマジシャン、そうサイレントマジシャン、サイレントマジシャンデッキを前のアカウントの時は使ってて、前のアカウントのパスワード忘れたので新しく作ってブラックマジシャンにした。月の魔術師、それは使ってないこんばんは、ハラミのバーストストリーム私はやらないですルール理解してないの、アプリだから、あの何かあったら勝手にやってくれるから効果は発動しますかみたいな、それのおかげで助かってます。なんちゃら世代じゃないのによく、あの多分お父さんたちがその世代なので、逆を言えば初代とあの万丈目と万丈目の次の世代しか知らない、名前わかんないけど顔は三代目までしかわからない。強欲の壺もしてたわ、強欲の壺ね、でも私まだ一回も使ったことないんだよね。重大推しなのあ、でも私紙3枚持ってるのだから作れなくはないんだけど、マジシャンデッキだからで、あの入れてない。遊戯王知ってるぞ、召喚してターンエンド言えばいいんでしょう。まあ簡単に言えばそうですね昇格おめでとうございます。ん、何、何の昇格ビックリマン、ビックリマン私名前しかわからないな。ルナーニケンシンとかと同じ時代なのかな。三原神の方かな。うん、なんかカオスいるじゃん、ブラックマジシャンカオスみたいな、あれを頑張ってやろうと思ってやったんだけどダメだったからデッキから外した。お父さんあいくつ、何歳だっけ、40何何だろう、何ですか。なんか最近親の年齢が分からなくなってきちゃって、前までちゃんと把握してたの、把握してたんだけど分からないの最近どうしよう。まああの40代です44かな多分やばい、これ後で怒られる。違うの、違うの、そうやっぱね、年齢って大事だけどさ、そうあのね、そう年齢よりもあの生きた質が大事だから次は絶対選抜入りしてください、頑張ります。すごいなんか私こんなこと言われる人になったんだ嬉しい。パパ泣いてるよ、だって泣いてると思う。生きた質、あの年、生きた年数よりも質が大事です質が大事、そうそうそう。家族の誕生日で知ってる？分かってるはずなんか意外と適当に生きてるんだよな、よくないよね。なんか得意分野ってあるじゃん、私ね人の顔を覚えるのは得意なの、でも名前が少し苦手なの。
だからクラスの友達の名前を覚えるのもちょっと時間がかかるの、人より誕生日もそっち枠なの。顔はマジすぐ覚えられる、信じて。だから劇場で一回会った人とか結構覚えてるんですよ。握手会で初めましての時に、あれ初めましてって言っちゃうの。あ、劇場であれですくれたから来たよみたいな。で、あ、だからかみたいな。そう、顔は本当にね覚えるの得意なの、信じて。ごめん質悪くて。だってママになのパパになの。でも最近面影を感じるのはお母さんかなって思う。わかんない、お父さんもあるんだろうけど、なんか私はお母さん寄りな気がしてる。な、勝手にお母さんっぽいなって思う写真が何枚かあるんですよ。名札つけたらいいんだって、確かに。あ、そう、見てくれたら私全然手振ったりビンゴで一緒に遊んだりするんですよ。待って、55になったら教えてください、ランキング読むので。よく喋るよね。しかもよくみんなこんな私がダラダラ喋ってるの見てくれるよ、ありがとう。何の弟になりたいです、かわいがってください。私多分赤ちゃん帰りするので、年下が我が家に来るとダメですね。受け入れません。55分まであったよ。そっちじゃないのよ。いつか覚えてね、だって頑張る。あれ、でも会ったことある？名前はね、なんか癖強だから覚えてるよ。こんばんは。覚えてるかな、だって覚えてるかなチェック始まった。握手会は行ったよ、だってありがとうございます。あれ、私名前聞いた？聞いてなかったら次来る機会あったら名前言ってくださったら顔も一致できるのでお願いします。恐怖の時間が始まった、だってのんちゃんもしかして僕のこと覚えてくれてたり。覚えてるわけないよねってタイプと分かれますよね、こういうの。ほぼ初見だって。のんちゃん覚えてる？どこ住み？どこ住みだっけ？どこ住みなの？本当にそういう人いるの？そろそろ名前覚えてくれた？って言ってごめんまだ覚えてない、正直に言うと、じゃああと何回までに覚えてくねって言われる。じゃあその何回が、じゃああと30回ぐらいまでに覚えてねって、あ、逆に30回も来てくれるって話した、あの前の握手会の時に。だから覚えなきゃなって。そう、覚えるのは当たり前なんですけど、顔と一致させるのはね難しいから。私は覚える気は本当にあるので、あの根気強く名前を教えてください。二択にしてあげて、だって名乗ったことないんですけど。私なんで覚えたんだろうね。でも着てた服、あ、私言った気がする、言った。私そんなに人の服触れないから、なんかなんとなく覚えてるよ。
言った気がする。言ったな。言いましたね。言った時の記憶あるわ。ある、あるよ。あるけど、ある。本当に服のひあんま振らないから記憶はある。信じてくれるか分かんないけど、あります。なんか物によってはめっちゃ覚えてる。あ、マスク光ってたからだわ。失礼だって。そうだわ、まだあの時マスク光ってる人ね、少なかったから。光ってんなって思いながら、ファンの人に年齢、誕生日って聞かれたらたまにふざけて、何歳になったのっていう。ポケモリおやすみよだって、ありがとうございます。いつもゆるキャラみたいな服着てるって言われたけど、なんかそんなにいろんな人の服には触れてないです。今日はこういう服を着てるんだねつって、そう、なんかたまに触れるけど、めっちゃは触れないかも。ネタバレされたわ。だって私なんか言った？すいません。記憶力は勉強に使ってね。使い方がわからない。次のシングル誕生日当日託しかい？あら、いいじゃない。肌綺麗だねとも褒めて、言ったね。覚えてる。本当に言ったのは覚えてる。本当に覚えてる。肌綺麗なんてもっと言わないもん、人に。思うけど、あんまり言ったりしない。言った。言ったね。使い方がわからないの説得力すごい。だって。いや、私一個下です。レミさんの。なう、55なっちゃったということで、まだ喋れるんですけど、ランキングをそろそろ読みたいと思います。本当に永遠に喋れちゃう。何位から13位、では読んできます。13位、中地さん。中地さんありがとうございます。カメラこっちだよね。12位が紳士な羊さん。紳士な羊さんありがとうございます。11位がジワニさん。ジワニさんありがとうございます。10位がキョンさん。キョンさんありがとうございます。9位がオガケンさん。オガケンさんありがとうございます。8位がヤスメロディちゃん。ヤスメロディちゃんありがとうございます。7位がジュリちゃん。ジュリちゃんありがとうございます。6位がジロリンさん。ジロリンさんありがとうございます。5位がクジラさん。クジラさんありがとうございます。4位がマイルゴミゴミな人さん。マイルゴミゴミな人さんありがとうございます。肌綺麗だね。3位がもげんさん。もげんさんありがとうございます。ありがとうございます。2位がアサン。アサンありがとうございます。そして1位がマシンガンさん。マシンガンさんありがとうございます。そしてダブルクマありがとうございます。ありがとうわありがとうわありがとうございます。マシンガンさん、いい年になりそうです。私は新年1回目37位です。これからの上昇に期待ですね。そうですね、お待ちしてます。ということで終わりたいと思うんですけど、まあ私の配信はね、ハンバーグ大好きを毎年やるので、ハンバーグやります。ハンバーグって言ったら
コメント欄で大好きってやってください。いきます。ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。あと3分あるよまだ喋れるよ。何話す何話す。チーズハンバーグが大好きです。そうね、チーズが好きで、ね、あったら優しくしてね。だってそっちこそ優しくしてね。 1.5 番目に可愛いとか言ったらふんってやるから前ゼリフして。だって今年も皆さんにとっていい1年になりますように。そして私も健康に過ごせますように。いやー恥ずかしい話し会申し込んだのでお手柔らかにお願いします。お待ちしてます。気をつけてきてください。オンラインかな、現地かな、いっぱい話しましょう。焼肉問題は多分もう言えば言うほど謎になっちゃう久しぶりのんちゃんダーリン好きだっちゃ。のんちゃんダーリン好きだっちゃー延長しますか。できないんですよもうお時間です。16歳になったら またできるからね。1時間増えるから。いつも秘密ということでバイバーイありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いい夢見てください。バイバーイ。3時間お付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。切れるの待ちます。バイバーイ。